眼鏡、アクセサリー、リコードでございます。今回は地元市のあの室蘭民報の今朝の一面なんですが、あの最重要課題人口減対策ということが出てましたので、それをちょっとご紹介したいと思います。まあこのようにですね、人口減対策、あのここに出てますけど、あの去年の十二月末の 人人口がですね、あの8万人割りました。あの最盛期はあの倍ぐらいなんですね、16万ぐらいなんですね。それはもう半分になっちゃいました。こういうことで非常にあの人口減少に伴いですね、その市税とか、あと地方交付税の減少してですねあの、財政が非常に厳しいということがあります。やはりこのあれですね、移住対策とか、まあ、いろんなあれですね、 そういう歯止めをかけることも大事ですし、あの、村の魅力をもっと発信してですね、あの、村に住んでいただくという、そういうこともやっぱり、本気で考えていかないと、これ難しいと思うんですね。事前にしますとね、もう大事なことでございますので、どうかですね、よろしくお願い申し上げます。